北海道で一人練習に打ち込む選手。来年のプロテスト合格を目指す新たな激進メンバー、伊藤真里奈、22歳。いつも練習ってどんな練習されてますか？そうですね、なるべくショートゲームを多めにだったり、まあ、レンジだったら100ヤード以内とか多めにやるようにしてます。今なんか狙ってます？はい、今カバ狙ってます。あれは60ヤードくらいです。パーオン率はいい方ですか？あ、そうですね、アイアンが得意なのでほとんどフェアウェイから打つんだったらそんなにグリーン外さないから、多分ワンラウンドに2回ぐらいかな外す。ドライバーの飛距離ってどれくらい？あ、いい時は多分平均260ぐらい。飛距離が出るのは多分武器だと思いますし、ムラがあって、そう、触れてる時はすごいいいんですけど、こう調整しだしたりすると、まあ240-250ぐらいになっちゃうかな。飛ばし屋の土産子、伊藤真里奈。ロシア人の母を持つミックス。再来年の日本プロゴルフ選手権の会場、恵庭カントリーを拠点にし、練習に励んでいる。母、ナタリアさんは、ここでキャディーをしながら娘の夢を応援している。ゴルフを始めたのは13歳。昨年道内でアマチュア大会の最高峰、北海道女子アマチュアゴルフを制した。得意なのはアイアンだというが、高い弾道で打ってるから距離の計算もしやすいし、まあ、距離感もそうですね、合わせるのは嫌いじゃないです。まあ、調子の時はもっとやっぱり、うん、なんだろうな、あ、なんか空中にいる時間が長いというか、こう、なんだろう、今はなんか若干こう落ちるのが早い感じがします。そんな伊藤のクラブセッティングとは、キャラウェイのエピック、あ、一応まあモニターで使わせていただいてます。シャフトはディアマナの S の50。まあウッドも同じなんですけど、シャフトも一緒なんですよね。アイアンは TCB で、シャフトがネオの950。アイアンの方が、うん、イメージが出やすいというか。50ヤード以下は難しいかなと思います。40ヤードとか30ヤードとかはあんまり好きじゃないですね。短いアプローチは好きなんですけど、こう距離のあるアプローチ、まあそう20、30は課題ですかね。で、まあ、みんなフルショットがいいって言うけど、あんまり私フルショット、ウェッジのフルショットはあんまり好きじゃないので、まあ8割ぐらいの距離感で打てる距離なんで、多分まあ58のフルがまあ80弱ぐらいなので、80弱、はい、まあ70ヤードだったら58で気持ちよく打てるかなって感じです。まあ52だったらフルが95ぐらいだから、まあ90ヤードとかだったら、うん、得意ですね。フルショットではライによってコントロールがしづらくなるので、ウェッジやアイアンは8割くらいで打つことにしている。
伊藤が受けたプロテストは過去5回。今年度は岡山・山陽の2次予選で32位タイとなり不通過だった。その敗因は、いつものスイングができなかったっていうのが一番大きいかなと思います。普段だったらあんまりないけど、やっぱ試合とかでプレッシャーかかってくると、そうですね、体が止まっちゃってミスが出る傾向があるかなと思います。なんでこんなになってしまうんだろうって感じで、よくわからないまま終わってしまったって感じです。やっぱり、まあ2次終わってから悪いですね。まあ悪い癖だったりとか出ないようにしてますね。悪い癖っていうのは？あ、悪い癖はそうです。やっぱ手でこう、手だけで上げちゃって、そこから降りてくるとこう、窮屈に体がなっちゃって、こう、まあよく出るミスは、あのスライス系の球が多いですね。そうならないように、体で使っていくっていう感じですかね。結構手打ちになっちゃうみたいな。そうですね、手打ちになることが多いですね。今の課題は自身が持つ悪い癖、手打ちの傾向が出てしまうこと。狙いどころに置けずコントロールがうまくいかないという。やばい。そこで伊藤が頼る人物が。デイビッドに出会う前は本当に、まあ、何も考えてなかったに等しいぐらいのゴルフでしたね。自分の技術的にも、上がってきたのはデイビッドに出会ってからだと思う。First time you're playing when you're just swinging, you just like just swing free and いい感じですね。Nice. Good. 伊藤さんをこうコーチしてるのはいつぐらいからですか？ When start coaching? Three years ago. 3 years. Still good action, and you look determined and yeah, focused. And, yeah. But so I thought potential. You had potential. Yeah. 伊藤のコーチは国内で5勝を挙げているデビッド・スメイル。アイアンが得意でパーオン率の高いショットメーカー。2001年の世界ゴルフ選手権ではニュージーランド代表としてタイガー・ウッズ率いるアメリカと熱戦。最終ホールで惜しくも敗れた。現在もシニアツアーで活躍している。まあ、その時の時期によるんですけど、基本はそうですね、1ヶ月に1回あるかないかですね。やっぱりデイビッドも忙しいので、シニアツアーで、やっぱり昔から憧れてた人なので、まあ、その人に教えてもらうっていうのはすごいこの上なく幸せですし、本当に光栄なことだと思ってます。3年前からデイビッドに教えを請う伊藤。コロナ禍の前は冬になればニュージーランドへ赴き、4ヶ月間みっちり合宿をしたという。限られた時間でもデビットに見てもらいたいと関東に赴く伊藤。この日は不調となったスイングの原因を見てもらう。 I think sometimes you get a little bit long and just watching the ball a little too much. From the start of your swing you start to move your bodyRather than a little bit, your arms sometimes just move. And when your arms just move, it's difficult to get your body to move. So just keep thinking, big follow through. Don't worry, backswing. No, it's better. I think you're better not to have too much image about where the club should be. Like,That's why I wanted today to try and make you think about how your body is moving. Then the club follows, you know. Yeah, I know. Sometimes it's like my body is like Yeah, not stopping. Working. Just think a little bit, your arms start moving, body hasn't moved, so then it's difficult. Yeah, like miss right,
always I feel like stopping body, then yeah, just handstand. Yeah, like no power. Mm-hmm. Power really comes from this big follow through, you know. See someone like DeChambeau, now like he's big this way, foot pointing straight ahead, you know. Mm. And you see a lot of Tiger Woods does same thing when he first starts. Just a little backswing, but always make sure he finishes right through to the target. Yeah. It's just to get the body moving both ways. Yeah. Good. Yeah. Feels good? Yes, feels good. 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 Yeah, that was 10 yards further than the others. But I'll take a video of your swing anyway. Okay. There's a foot turned out a little bit more. Before it was straight. Ah, yeah. So this was straight and this was straight. Now it's a little bit out, so. Okay. Helps you. That's a good position. Very good. Knee coming down. That's good. Mm. Impact, pretty good position. Yeah, and just a little change about working out. Yeah, just a little change, yeah. But I think for you it's a little bit better to think about your body movement rather than... まあ気をつけるのは、こう、フォローに重点を置いて、なるほど。こう、胸の位置をちょっと高めにキープする。フォローの時に高い位置にあるようにすると、いいよと言われました。あまりボールに意識を置かないようにって言われました、はい、そうすればボールもそのように飛んでいくよという感じです。 Good. Much better follow through, yeah. You're really getting through now. Yeah. I feel that. You feel that, yeah. Yeah. So you see how much more leg there is there. So I don't know if you want to try and show that somehow. Okay. これが今日の来た時のスイングで、こっちが今のさっきの最後の方のスイングで、やっぱりこの何だろう、クラブのラグがあるから、やっぱりこれだけ良くなったよって感じですね。はい、いつもこんな感じで本当に助けてもらってます。ありがとうございました。You used to swing a lot with your arms and not so much working with your body, you know, so a little bit, it's, we call it disconnection, so not connected, you know, so. 私ずっとテニスをやってたので、ちっちゃい頃、6年ほど。だからそれの、やっぱテニス、ちょっと動きがそういう感じなので、ちょっとゴルフとは違う動き。でもまあそれがちょっと今は、良くなったかなという感じですね。伊藤の癖、手打ちの原因は中学生まで続けていたテニス。それを修正し、今のスイングを作ってくれたのがデビットだった。I think mainly for you it'd be putting practice is important. Yeah, I think you can make most of your improvement in putting. Yeah. Yeah.次っていつですか？そうです、次来月ですね、来月。デビッドの他に教わる人はいない。練習メニューはいつも自分で組み、一人で行っている伊藤。一人ですね。寂しいですね。寂しいですか。はい。じゃあんまり一人で練習するのは嫌なんですよ。やっぱり。嫌なんですか。はい、結構なんだろうな、自分でこうスイング分かんなくなったりして、やっぱりコーチとか誰か見てくれてないと。どんどん崩れちゃう時の方が多いんで、
ただひたすらがむしゃらに練習するっていうのはあんまり自分には向いてないと思います。なんか練習嫌だなみたいなこととかありますか？あ、毎日思ってます。練習嫌いなんで。でもやっぱ、ゴルフでやっていくって決めたので、それはもうしょうがないです。限られた時間で教わったデビッドのアドバイスをもとに、日々自己流で現在の課題を解消していくしかない。そのフェースの向きと、あとこうこの線の通りにちゃんとストロークできてるかっていう感じですね。私結構前の癖だとこうなってたんで、あ、ちょっとこうなっちゃう、こういう風にまっすぐ上げようとしてやってたので、そうじゃなくて、インサイドとか、あ、なるほどなるほど、はい、今後、激震ゴルフで取り組んでみたいことを聞いてみた。ラインの読み方というか、そういうのを学びたいとは思いますね。もうちょっと完璧に読めるようにはしたいです。あんまり自信ないので、自分もあのラインの読みが。残り1年を切った来年度のプロテスト、伊藤の計画は。もうクローズしちゃうので、練習するとしたらまあ屋外もあるんですけど、やっぱりとても寒いですし、室内はやっぱりまああっても30ヤードとかの奥行きなので、やっぱり十分な練習はできないですよね。なるほどな。やっぱ北海道からだと毎試合毎試合こう飛行機に乗ってレンタカー借りてってなるとちょっと大変なので、向こうに拠点を置きたいっていう気持ちはあります。まあ、今年の冬と来年の、まあ、最初の方ですねは千葉の方でやろうかなと思ってます。あ、そうなんですか。はい、まあ、冬もちろんこっちでは練習できないのと、芝になれたいなっていう思いがありまして、本州の芝に。寒冷地北海道は土地柄洋芝のベント芝が主流、海外のコースに似ているというメリットがある一方、フライヤーとかも最初は困りましたし、アプローチがちょっと感覚違うかなと思いますね。やっぱりこっちの感覚で打つと違う球が出ちゃうので、向こうだとちょっと浮いてるというか、そう打ち込んだり、なんて言うんだろうな、あんまり強く入れちゃうと潜っていったりしちゃうので、まあ、一緒に練習できる人がいれば一番いいですよね。早く稼いでいい車買いたいです。でもポルシェとか乗りたいです。ポルシェ乗りたいベンツとか乗りたいですね。まあ、なんだろう、喜怒哀楽結構激しいタイプだと思うので、あんまりゴルフには良くないですよね。でも最近は抑えるようにしてて、結構冷静を保つようにはしています。昔は結構、あんまりそれができていなかったけど、最近は冷静を意識してますね。でも中ではすごいいつも、はい。この間のプロテストの後はどうだったんですか？あー、もうすごかったです。もうすごかったです。どうすごかったですか？もうずっと泣いてましたね。でもやっぱり、ずっと私が泣いててもやっぱり、なんだろう、親とかもすごい悲しむし、泣かないようには気をつけてるんですけど。クリスマス何欲しい？なんだろう、あんまりだ。ももちゃんです。
そう、面白い芸あるんですよ。あ、本当ですか。今日最後の日、仕事乾杯。乾杯、あ、そうだね。最高。いただきます。ラブ、足りないでしょ、思ったから。大丈夫。これロシア料理ですか。そう、これプロフって言って、なんだろう、カザフスタン料理。うん、ロシアというよりカザフスタン料理で、牛肉と人参と玉ねぎ入ったご飯、炊き込みご飯って感じですかね。 あとこれは、まあ、ピーマンの肉詰めなんですけど、でもこれも一応ロシア料理で、はい。でこれは、まあ、人参サラダって言って、人参とゆで卵と、まあ、マヨネーズとか塩コショウで味付けたものですね。なんか野菜たっぷり、ね、でこれはビーツのサラダで、ニンニクちょっと入れた。ニンニクも、はい、風邪ひかないようにちょっとニンニク。お父さんはあれいらっしゃいます。あ、ちょっとあの恥ずかしいので出ないということで、すいません。ダメですか。シャイなので。なるほど、ね、早くプロテスト起きてもし手とかあの割れたとかある寒さで打ちっぱなしで、よく女の子たちやってるな。ゴルフも本当にかわいそうだね。ね、こんなに痛いなと思わなかった。いないときすごい寂しい。きっかけは、まあ、お父さんがゴルフ好きでやってたっていうのもあるんですけど、まあ、私はテニスの選手になりたかったんですけど、お父さんに、まあ、ほぼ強制的にゴルフの方がいいぞということで、何かしらアスリートの選手になりたかったので、うん、まあ、でも結構始めるときにはプロになりたいと思ってやってましたね。そうなんですか。でもこんなに難しいものだとは思ってなかったですね。まあ舐めてたっていうわけではないですけど、うん、思ったよりも結構やっぱプロテストっていう壁が厳しいなと思いますね。これはデイビッドにもらったサインですね。サイン2009年PGA チャンピオンシップエニアカンタ。すごくないですかこれ。今ではコーチって感じ。これもうまだゴルフ始める前ですね。あ、女子アマの今年の最後の年にしようと思って、アマチュアの。うーん、女子アマはまあ私がゴルフ始めてずっと出続けてた試合で、やっぱ北海道で一番大きい大会だったし、まあ、優勝したいなっていう思いが強い試合だったので、特に今年は、まあ、優勝してプロの試合3試合出れるので、それを出てプロ宣言するっていうプランというか目標だったので、それが達成できてよかったなと思います。高校生になると道内でも頭角を現した伊藤。同年代には小祝さくらや前年度プロテストに合格した山田沙穂がいる。まあ、一緒に練習、なんか北海道ゴルフ連盟で一緒に練習したりとかはしてました。まあやっぱり早く追いつきたいっていうのはありますね。でもまあ今全然いるレベルが違うのであれですけど、まあ早く近づけたらなって思います。やっぱりこの早くこの舞台に行きたいなっていう思いが強いですかね。やっぱり夢はそこなので。次回、ソウトメシヒナが現在の課題を改善するため練習に励む姿に密着。そして最終プロテスト不通過だった小野、彼女の今に迫る。 BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。